はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、早くも次の大特集祭の情報が来ました。見ていくんですけども、次の特集こちらというわけで、ブラクロ大特集祭来ました。実に2年ぶりというわけで、これをファンの方待ちに待っていたんじゃないかなと思いますね。まあ、今回はエルフ編と予定されているんですが、まあちょっとどうなるかは分かりません。11月の30日、もう来週から来るというわけでね、早すぎるね。今回のイベント、じゃあ40万人来てん、もうほんますぐ終わるね。の次ブラクロとか楽しんでいくんですけども、カウントダウンキャンペーン明日から開催されまして、騎士団入団試験、これに関しては注目度を集めてミッションをクリアしようと、好きな騎士団の限定エンブレムと交換できるというわけで、イベントアイランドやヒーローアイランドをクリアすると入手できる注目度を集めてミッションをクリアしようと、これに関しては団結バトルの手配書みたいな感じで、どこでもええからクリアしたらなんか注目度っていうのが手配書みたいにもらえて、それをまあ一定数集めたら限定エンブレムもらえると。でこんな感じで注目度10個から天井は150までありますね。なんか入団証交換所等々でいろいろやったら、あ、交換できるエンブレム1個だけなんや。ほうこれはちょっとファンの方頭抱えるんじゃない？僕はね、にわかなんで、まあ黒の防御にしようかなと思ってんねんけど、これファンの方はさ、絶対全部欲しいやろ、こんなもん。僕で言うところの稲入れの稲妻ジャパンとか、ファイヤードラゴンとか、リトルギガントの紋章もらえるみたいなもんやろ。その中の一つ選ばなあかんってことやろ。これは鬼畜やな全部でよくない？この9個の中から1つ選ぶ、なかなかですね。僕も知ってるよ、この金色の夜明けとかさ、僕アニメの途中まで闇団長が次元切り叩き切ってる途中で今終わってるんで、団長が次元切って今時空止まっているというような状況なんですけども、これはちょっとファンの方、まあ3日未満悩まれるんじゃないかなと思います。なんで一つだけなら全部でいいと思うけどな。で、まあ注目度、入団するために必要な注目度は各段によって変わる。あ、そうなんや。じゃあこの入団証明っていうのは、大特集祭のログインボーナスでも入手できまして、それと注目度、黒の防御が一番安いんや。注目度50。あ、金色の夜明け。あ、やはり金色の夜明け。なんか金色の夜明けって一番そのランクが高いというか、なんかそんな感じの人なんだ。なんか一番魔法帝に近いやつがおるところですよね、確か。210? 黒の防御の4倍なんか星みたいなんさ、なんか段によって獲得するみたいなやつあるやん、あったやんか。黒の防御、そういや、なんかマイナスやったっけな、確か黒の防御めっちゃ低いな。あ、獅子王、グレンの獅子王がその次に高いんや、170。あれは銀翼。あ、やっぱりこの下の銀翼、グレン、金色、この3つがやはりグレード高いんですね。これはちょっと皆さん、まあ、どうするか、まあ悩まれるんじゃないかなと思いますね。ブラクロの以前から登場してたキャラたちが復刻するという状況です。そして明日以降もイベントの新情報を続々お届けというわけで、まあ明日からカウントダウン期間が始まるというわけなので、まあ注目度頑張って集めましょう。